タイムスをご覧の皆様、こんばんは。田村敦子です。いつもより早い春の訪れを感じている方多いのではないでしょうか。過ごしやすい陽気の日が多くなってきましたよね。本格的な春の訪れもう少しという感じです。ただ花粉症にお困りの方は大変かと思います。かくいう私もその一人でございます。さて、この1週間もいろいろありました。日刊現代ではどんなニュースを取り上げるんでしょうか。今回の担当は社会文化編集部長の加藤光栄さんと編集員の森健子と森田健二さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に取り上げるのはこちらですね。総務省の幹部との、会合ですね。今度は NTT、うん、そうでしたですね、はい。まあ、前回がその東北新社ということで、はい、衛星事業をに絡む許認可権を握る官僚がまあ接待されてたと。で今回はですね、まあ、また週刊文春の報道なんですけれども、いわゆるその携帯料金の、まあ、トップ、まあ、鍵を握る谷脇康彦総務審議官、まあ、ナンバー2なんですけれども、この方が NTT グループから接待、高額接待を受けてたということなんですね。で谷脇さん、まあ、審議官というのはですね、まあ、東北新社で問題になった時に、他の会食はありませんでしたっていうふうに国会で、今回東北新社はありましたけれども、はい、その許認可権を握るような事業者とはやってません、はい、ということを言ったんだけれども、言ってたんですけれども、もうすぐにバレてしまったという状況になってるということですね。で、まあ、今回、まあ、NTT っていうのはなぜその接待したんだっていうことになるとですね、まあ、これは菅さんが官房長官時代に4割値下げっていう、まあ、これは国民受けのいい政策なわけですけれども、はい、でただ携帯事業者としてはですね、4割一気にっていうのはまあ難しいということでですね、はい、なんとかこう取り下げてもらいたいとかですね、そういう、まあ、背景があったんだと思うんでですね、で実際まあ4割値下げってはなったんですけれども、はい、全体の4割ではないんですね、はい。まあ、これは接待の交換が効いたのか、一部のプランについて4割値下げというふうになっているということでですね、まあ、そういう疑惑もあるということなんですね。でどうなんでしょうね、 NTT というのはね、今回の値下げに関しては独走してるんです。料金プランなんかも、はい、アハモなんかがまたちょっと値下げした。このまあ普通だったらソフトバンクとか au、まあ、2番手3番手グループがですね、はい、一番下の値段を出してくるはずなんですけれども、これはね、まあ、もちろんそのいくらいくらにしますっていうのは一回総務省にお伺い立てるわけですから、なんでその NTT が一番なんかいい値段を設定できるのかなという、ちょっと私なんかは個人的に疑問に思うなというところありますけれどもね。も出てくると、例えば総務省ってめちゃめちゃそういう権利持ってるわけじゃない。例えば電波系とかね。一番多いところですね。だから本当に、はい、民放各局のね、じゃあ、はい、お偉いさんとのね会食はじゃなかったのかとか、うん、ということをね調べ始めたら結構いっぱい出てくるような気がするんですけど、それはね、例えばね、情報交換という形でですね、はい、まあ、よくあるパターンがそのテレビ局であるとか、はい、新聞って、まあ、まあいわゆる幹部連中なんですけれども、はい、情報交換という形でですね、その時にね、さすがに領収書いくらいくらなんてのは取らないですよ、うん、はい、でそれはまあ慣例として続いてるから、うん、はい、ただそれはまあ許認可があれば、うん、ちょっと、はい、なんですけれども、テレビにしろ新聞にしろですね、例えば新聞なんかは軽減税率云々っていうのがありましたけど、はい、はい、ね、まあ、明らかにですね、はい、それは言わないですよ、その席では、はい、バカじゃないですから、はい、でまあ頼みます、はい、頼みます、何頼まれたか分かんないっていうような ね、 そ う、 ね、はい、そういう接待はもう頻繁に行われてるのはちょっとこう耳にしたりはしますけれどもね、はいはい、そうですね、まあ、今回これ本当に面白いなと思ったのは、まあ、その東北新社以外のね、うん、会社からは接待を受けてませんねとか言って、受けてないと思いますみたいなことを言ってたら、はい、なんかあてまに嘘がバレてしまったと、ね、この場合は記憶がないんじゃなかったんですね。ありませんか、そう、一社だけでそれしかないって言ってるからダメなんだって、逆に言うといや他社からもいろいろありましたよって言った方が、うん、なんか逆にねいいんじゃないのかなみたいな思ったりもしないですね。それはでも護送センター方式の時は銀行みたいなもんそれなるとノーパンシャブシャブまで行っちゃいますんでね。そうなんですよね。まあね、本当に昔のノーパンシャブシャブを本当に久しぶりに思い出しましたね。ノーパンシャブシャブの時ね、私の知り合いがね、フリーライターやってて、単なるフリーライターで
ある、まあ、大きな中央省庁の役人をですね、月に1回ノーパンしゃぶしゃぶに連れて行ってたって言うんですね。でね、6人連れて行ってね、毎回30万円だったと言ってましたね。まあ、そういうようなことをやってて、まあ税金をめちゃくちゃ突っ込んでそういうフリーライターに与えて、うん、フリーライターが30万円の接待をね毎月してたとか、そういうような時代があった。それをね久しぶりに思い出しましたね。ねとこっちはあんた、この何、このおじさんは、3回で17万ね、約6万円ぐらいになりますよね。6万円って一体何なのかという、何を食ったのかというのが皆さんも本当に思ってると思う。それからもう一つはさっき言ったように、昔はあったロッキード事件の時は記憶にございませんと、はいね、覚えてませんって言った、はい、今回はもう思いっきり嘘ついてるわけですよね。これは罪の度合いがでかいですよ本当に。でこういうことをやってる人間がですよ、いい給料もらってるわけですよ。私は別に公務員がいい給料もらうのは悪いとは言いません。それはそれだけ責任のあるわけですから、うんはい、それはいいですよ。だけどそれをね、それでもってさらにさ、いい飯食わしてもらうというその根性が卑しいですよ本当にでそれいいよ、それはまあ飯食わしてもらうのはいい、まあいいとしても、はい、嘘までついてね、うん、自分というものをなんか美しく なんとか保っていきたいというこの根性が卑しいですよ本当にね、うん、いやと本当私はね、今回はこれね滑稽だと思いますよね、うん、こんな頭のいい連中がね、ものすごいいい大学出て学歴ある人間がそんなのすぐにさバレるということを計算できないというところに、こういうねエリート官僚のなんかその馬脚を表す、そのなんかその先を見る目がないね、計算することができない愚かさがそこにあると思うんですね。これエリートが持つ致命的欠陥だと私は思うわけです。どうですか？私なんかね、今回その何がまあ問題なのか、まあそのね、おごられてるっていう、まあおごられることもあるのかなというふうな感じはあるんですけれども、これはね危機として言ってる可能性があるんですよね。総務省でもですね、やっぱり国民家計が握ってれば天下りという話にもなるだろうしですね、はい、当然 NTT なんていうのは、まあ、NTT に限らず、まあ、テレビ局なんかもあるいはその広告代理店なんかも、はい、結構な人をですね、まあ、いわゆる顧問であるとかですね、理事だとかいろいろ、まあ、受け入れてるわけですから、そろそろという感じの人は、まあ、接待を受けて仲良くなろうかなというふうにはなるだろうなと、そういうのがね、まあ、治ってないんですよね。それがもう日常というか、もう当たり前になっているっていうことなんですよね。そうなんですよね。結局はその天下りとかどうなのかという声がどれだけ上がったって、うん、もうなくならないっていうことですよね。なくならないでしょうね。この中では当たり前の、ね、これが続く限りということですからね。そうですね。まあでも今更ながらですけどね、私はこの件についてはまだここで語ったことないんで本当に言いたいんだけど、やっぱりこれだって菅のおっさん、まあ、菅って総理大臣がいるらしいけど、そのおっさんの息子の件で身内の件ですよね。これ安倍ちゃんの件だって見たらあれ全部身内の件ですよね。森友とか家計とか、まあ、森友なんか特に昭恵さんがどうしたこうしたなんて言って、まあ、あの桜を見る会だって言ってみれば身内をなんかこううまいことなんかね、いい思いさせるために連れてきた。なんかこう自民党やってるのを見るとなんか身内のために何か悪いことを裏、悪いというか、なんかあまりよろしからぬことを裏でやってるという気がしますね。ってことはやっぱり自民党のこれ体質なんだという気が本当にこうする今日この頃なんでございます。では続いての話題です。PCR の肛門検査、こちらをね強要されていたということ で、 そうなんです。これを日本人にはやめてくださいなと言ったというところなんですが、肛門検査なんかね言葉がねあまりにも汚らしいので、皆さんもなんかご飯食べながらこれ聞かない方がよろしいと思うんですけどね。まあちなみに風俗の記事ではね、アナルのことを水戸様と言いますね。これ拷問だから。ごめんなさい。水戸様は、ね、聞くの拷問だもんですからね。あ、そういうこと。
あ、菊の子みたいな、葵の子もね、菊の子も右奥に殺しちゃうよ、そう、間違いました、間違ってあのね、それいいんですけどね、これあの中国に入国するときにはあの PCR 検査を鼻とか口からじゃなくって肛門からなんか綿棒を入れて取られるというようなことで、これを実際にやってるわけですよね。それであの、日本では加藤官房長官が1日に会見したときに、これはね、一部の日本人から肛門による PCR 検査を受けたとの情報があると、で心理的苦痛が大きいので、そういう意見が寄せられているということで、中国側に対して日本人はね免除してくださいよという申し入れまで本当にしたと、まあ、ちょっとした外交問題になっているという肛門外交といいますかですねということになるわけですね。でこれは何かというと、今あの繰り返しになりますけどね、中国では1月から自国の国民に対して肛門検査をやっていると。で、繰り返しますけど、綿棒をですね肛門にこの5センチくらい入れてですね、でそれちょっと回転させることに中の組織を取って、それでもってそのウイルスが中にいるかどうかを調べるということですね。でこのあるまあメディアによりますと、この韓国人の人があの、まあ証言してるらしいんですけど、自分たちもやられたと。でこのね、行ってみたらね、なんとあの肛門あの専門家の、検査官というのがいて、それであの全員にですねズボンとパンツを下ろすようにこの指示された、指示したということなんですよね。だからもう本格的にやっているということでですね。で、じゃあこれでね、じゃあなんでこの肛門にねやるのかと、まあ、鼻とか口からでもいいじゃないかと思うんですけど、実はこれ肛門にはね2つのメリットがあるらしいんですね。でうちのいつもあのコメントしてくださってるあの医学博士の左門新さん、左門新先生が言うには、この2つのメリットは何かというと、まず一つはですね、あの、まあ、要するに敏感度、つまりあの正確性、精度ですね、はい、うん、あの喉とかこう鼻からこう突っ込むでしょ、鼻とか口から突っ込んで喉の、組織を取る、これはねやっぱりね敏感度は 70%、つまりあの10人のうち7人はキャッチできるけど、3人はあの陽性であったとしても陰性になってしまうということなんですよね。つまりここに陽性の人が10人いてね、で7人は、はい、あなた陽性ですよって分かるけど、3人はあなた陰性ですよと、いわゆる偽陰性にしてしまうということなんですね、はい。ところがこれ、肛門のあたりに残った便を採取したらですね、この敏感度が高まってですね、非常にこうあの広範囲ですか、あのキャッチできると、こう捕まえることができると。でもう一つはですね、この喉のウイルスね、この鼻こう綿棒を入れて、であのこれね、ここにあのウイルスがもし喉にいたとしたらですね、大体ね1週間ぐらいで消えてしまうことが多いらしいんですよ。それとあのこうやったとしてもですよ、あ、なんかあのね、もう大丈夫よとこうなるわけですよね。まさにね、寄せの人をなんかこう取り、損なってしまうわけです。ところがですね、便の中にはしばらく滞留してるわけですよ、ウイルスが。だからもう便の中に、ここに喉にもういなくなったとしても便の中にいると。でそれで、あなたはあのやっぱりウイルスがに感染してましたよとか、してますよということですよね。そうするとどういうメリットがあるかって、それでもあの捕まえちゃって隔離さすればいいんで、もしそういう人がですよ、隔離されなくって、あの公衆トイレであのは、まあ、うんちしますよね。そしたら水ジャーッと流しますね。流したらでバーッと広がるわけですね、ウイルスが。そしたらそこにいた人間にもかかっちゃうわけ、かかるっていうかね、引っかかってしまう。でそういうことを防ぐためにおいても、この肛門検査はよろしいと言ってました。それで、なんかあのインフルエンザとかで、肛門検査というのは今までもうないから、誠にこの、特殊なケース、はい、ね。で先生、このじゃあその肛門検査っていうのはほとんどないんですかって言ったら、まあ例えばね、あのあるのはね、あの食中毒を起こしてその患者さんが運ばれた時にも便を見なきゃならないと、うん、でその時に、じゃあちょっと検便したいので便を出してくださいって言ってもね、出ないことがあると。でそういう時はなんかやっぱりこの、綿棒を入れて採取して
こういう、まあ、ウイルスとかバクテリアがいるかどうかを調べるんだとこう言っておりましたね。よくあの病院のね人間ドックなんかで検便をね取るなんてこう、はい、うんちの表面をなんかピッピッピッと取りなさいとか棒でね、はい、あれよく書いてますよね。直接入れないでくださいってね直接入れないでくださいになってますね、はい、あれね、はい、ところがまあ、要するに食中毒で便が出ない人の場合は直接入れて組織を取るという、はい、なるほどなと。だから確かにメリットはやっぱりあることはあるということなんですよね、はい、確かによく日本ではトイレの蓋を閉じてから流してくださいって言いますもんね、飛沫はこう、うん、飛散しちゃうから。もう去年のね1年前からそれ言ってんだけど、ね、ついねなんか匂いとか気にしてね、うん、座ったままでね一回グッと押してガーッ、それでまたしばらくしてガーッね、その時はある程度自分の体が蓋になってるんじゃないですか。そうそうだよ自分の通径が蓋になってるはずなんですけどいやちょっとこう横の方からこうね、そうですね、マスクと一緒でねこういうところからね、うん、あれですね。そうなんですよ、はい、それだからとにかく本当は蓋をしてやんなきゃなんない。でもやっぱり海外とかに行くと空港のトイレとかって蓋がないトイレって多いんですよ、洋式でも。鋭い。だからだからなのかなってこれを読んでと思ったんですよ。あれはあれかな、やっぱりこの流す時にもう自分の体で覆いかぶさってこうやって引っ張ってガーッとそれとここにまた引っ張ってすればここに思いっきりついてしまいますね。そうそう、いろんなことで問題が多いです。そうかなと思うけど、なんかベニヤ板かなんか用意した方がいいかもしれないですね、うん、でそれで、ね、ちょっと待って、それでもうちょっと先この話で先があるんですよ。それではこのね韓国人の人がまあ同じように証言してるのがね、韓国人の人たちは、はい、肛門検査です言われた時なんかへーとか思ったらしい、なんか抵抗感があった、うん、ところが同じとこにいた中国人は何のなんかためらいもなくはいはいって感じだったね。それでなんかその不思議だなと思ったわけです。我々もなんでその中国人は肛門検査そんな嫌がらないのかということで、中国事情に詳しい国際経済学者の浜田先生に伺ったらですね、これはもうちゃんとそういうふうにできてると。中国人 の多くはね排泄とかを見られるのはなんか恥ずかしいという感じじゃないっていうことなんですよね。だから、昔からねよくトイレで公衆トイレ中国のねなんか仕切りがないらしいですよね。もう必ず向こうに行った人が、ね、いやすごいよと、はい、あれ絶対うんこできないよとかなんか言ってますよね、うん、そうですよね、うん、だから人前で排便をしても全然恥ずかしくないし、それはもう自然の摂理なんだからね当たり前でしょということだから、肛門を見られても全然恥ずかしいことではないんですよということなんです。だから効率化を優先すればおけつで PCR 検査という、うん、ことになったと思うんですね、うん、だからねその浜田先生が言うには中国の検査当局はなんで外国人は肛門見られるの嫌がってんのかと、はい、なんでそんなね当たり前で普通じゃないのということなんです。高倉健のね映画で短期千里を走るというのがあるんだけど、あれちっちゃい男の子がこう出てくるんだけど、その男の子が山の中にこうやって行くんで何かなと思って高倉健が追いかけていくと何のことはない、野ぐそをしたかったって子供がでそのシーンちゃんと撮っててうんこしてるうんちまで映るってんですよ。だから僕はあれ見た時にああそうか、やっぱり中国人が監督なんですね。やっぱ中国人が監督するとこういう映像になるんだなと。日本人は絶対それでね出さないですよ。いやそれ大人のまあ子供だからねまだまだいいですよ、子供だからいいけど、まあちょっとねウンチングね実際に人間がしてるところを出すっていうのは不思議だな。そうですよね、うん、でなんかその先生に聞いたらねまあもともとほら有名じゃないですか、中国では子供はほらこのケツのところね穴が開いたズボン履いてんですよね。いつもでもうんちできるようにね、これも昔からよく言いますよね。それとあまりにもねその万里の長城とかね世界中からいろんな人が来てもトイレについたてがないもんだからみんな嫌がってる。だからそれで習近平がねもうせめて観光地だけは仕切りをしなさいよと
いうことでね、それで呼びかけたんですよ。確かにそうですよ、なんかね、もう5年前か10年前かね、これなんかトイレ革命とか言ったんですよ、そういえば昨日言われて本当に思い出しました。やっぱりそのあのお国柄でね、まあ、随分このアナルにもですね、なんかこう考え方が違うなと、こう思わさられる事件でしたね、はいはい、そうですね、はい、では続いていきたいと思います。今回はこちらですね、ごっつぁん女子になる3要素ということで、まあ、山田広報官7万接待で辞職してしまったというところからの、そうですね、はい、あの山田広報官ですね、60歳ですね、早稲田の法学部を、60歳だ、綺麗ですよね、でもね、うん、見た目肌もね、あの綺麗な人だなと思って、うん、はい、あれね、ちょっと痩せギスだから得してると思うんですよ。あれがね、なんか年とともにね、デブとかね、ちゃっぽりとかね、こうなりますとね、なんかやっぱちょっと老けてくると思うんですね。だからそういう、でなんか 目なんかもこうパチッとした感じ、そうですよ、これ若い時相当可愛かったよとね、とっても綺麗な人だな思わせられるとね、はい、ちなみに私このところこの人のことを思うとね、皆さんあのほら、あの池袋で暴走、車暴走させて、あのほら人を、まあ、死亡させたこの飯塚委員長いましたね、はい、あの人上級国民、上級国民って言われたでしょ、私はすらこの人こそ上級国民だと思いますよ。さっき言ったようにいい給料をもらって、ね、7割返上したって、まだ余る、なんか117万円ぐらいだったでしょ、月給がね、いや今現在ね、はい、だからまあその審議官やってる時はもうちょっとまあどうだったか分かんないけど、その時だっていいよ金もらってさ、給料はいい上に7万円の飯食えて、こういう人こそね本物の上級国民だと私は思いますよ。その谷垣さんとかも入れましてですね、でこれね何を言ってるかっていうとね、この山田広報官ね、この人はですよ、あのなんであの絶対に飲み会を断らない女と自分でね、YouTube みたいなので喋っておりますよね。それはまあそれでいいんですけど、ではこの飲み会を、断らないで、ただ飯を食べていく、これを言うのはごっつぁん女子というわけですね。え、ごっつぁんですってやつですね、はい、でこれがねごっつぁん要素、女子とは一体何なのかというようなことをまあ1ページかけてですね、1ページかけてこれ書いてるわけですよ、はい、ね、でこういう、例えばねこう書いてますね、こういう気質の女性はたくさんいると。でこれじゃあ、どういう人なのかというとね、幼い頃から自宅にお中元やお歳暮 お土産が届くような家庭に育った、長女ね、こういうのはねごっつぁん女子体質になりやすいというようなことをね、男女問題研究家の方が言っておりますね、そういうでなぜかというとね、そういう家庭は両親や親族にステータスがあるから手土産を受け取ると。で山田さんが育ったのは昭和時代ですね。昭和時代っていうのはね、お中元とかお歳暮の風習がねものすごく広くね行われていたんですよということですね。そう、確かにそうですよ、うん、で一般家庭でもそれなりにもらい物を受け取る機会があったでしょうけど、こういうね、ステータスのある家は、知らず知らずのうちにもらって当然という、そういう意識がもう刷り込まれてしまうということですね。この人もね、まあ、とりあえず早稲田 あの法学部を出て、まあ、この、ね、いいところまで行ったわけですから、まあ、もしかしたらこう家庭的にはまあそれなりの恵まれたところにいたのだと思われますね。そもそもあの東京学芸大学の附属高校を卒業してるわけですから、それはまあちょっと、まあ、貧乏なね、私のような貧乏にはもう絶対行けないようないうようなところですから、それなりになんかこう もらい物が当たり前というようなことになるんでしょうね。で、いきますね。それでなんかいろんなこの相談の人がこう来るらしいんです。この研究家の先生とかなんとかにですね。そうするとですね、ですね、このこういう人たちの一つの特徴はですね、みんなでこうご飯食べてる時にね、こう皿でこうつつい大皿をつついてると最後に一個ずつこうくらい残りますよね。そう、大体なんかみんな遠慮しますね。こういうごっつぁん体質の子供の時からの人はですね、最後までパクッと最後の1個食べてしまうと。
いうことなんですね。でこれは子供の時から、ね、母親にですね、この最後まで召し上がれというようなことを言われて育ってるもんだから、はい、他人のことを忖度する必要もなくって、遠慮も何もなくってパクッと。いや私なんかでも必ず1個ずつ残るから それが嫌で、じゃあ食べますよって勇気を持ってね、これも片付けたいんでどうぞ誰かいませんかって、それはありますね。そうだな、いやだからそういう私なんかもそうですよ、まあ、自分が食べるのは悪いから、あなんか一番若い人とか、ね、そう一番食欲のある人、あちょっとほら、ね、トレ若者食べろみたいな感じで、若者バカ者っていう感じでパワハラになるかもしれない、で食べさせるのはこれ一番いいわけですから、そういうことを考えないでもうね、そのままパックリこう言ってしまうということなんですね。それでですね、さらに言いますとですね、こういう人の中にちょっとこうまあなんか一つのまあコンプレックスみたいなものがある人も世の中にいると。で、例えばですね、この山田元前広報官はですね、そもそもこの人はなんか話によると東大を受けたんですけど。なんかそれでまあダメだったので、早稲田の法学部行ったんじゃないかって で周りはだからね、総務省に入って、周りはなんかもう東大ばっかりで、そこでまあ一つのこう、なんかコンプレックスみたいなものね、周りはエリート私はちょっと違うとかいうようなことになりましてですね、でこういうそのコンプレックスというのがなんかその人間をまた変えるというようなことをこの心理学者が今度言ってるわけですね。でこれこう書いてますね、こじれたエリートが出世して中枢にたどり着きながら失敗すると知らぬ存ぜぬが口癖になりますと、で暴流ではなく中枢ならルールを変えられるというと思い上がる、権力の庇護があればなおさらでしょう、その計算でいざとなれば知らぬ存ぜぬでなんとかなるという心理が芽生えるのですということで、これはまあ難しい言い方をしてるんですけどね、まあ要するになんとなく暴流からこう上がっていくとですね、私はここまで来たんだと、もう私は何をやっても大丈夫なんだいというような、だから知らぬ存ぜぬやっても絶対許されるんだというような、まあ一種の全能感みたいなものが芽生えてくるというようなことを言ってるわけですね。それ考えるとね、この今回の、まあ、根は深いという気がしますね。どうですか。まあこういう人いるなと、ただ若い女性はこういうの少なくなってますよね。この年代、いや、まあ、年代で区切るとダメかな。まあ、いろいろ難しいですからね。なんか被害あってるような、いや被害どころか私はどっちかというとおっさん女子の方かなと思って耳が痛いなと思って聞いてた感じです、はい、では今回の最後、そうなんです、先週もねちょっとだけちらっと紹介させていただいたんですけれども、金曜日に発売になってるんですけれども、日刊にゃんだいです。ちょっとねこういうにゃんだいふざけてるなとは思うんですけれどもですね、リモートでですね、まあ、家の中で過ごす時間があって、今ワンちゃん猫ちゃんがですね、はい、前年で 13% ぐらいアップしてるのかな、はい、なかなかのが、ね、人気があるんですよ、ですよね、はい、でね今回は猫ちゃん、可愛いんですけれども、はい、私はこれ可愛いなと思ったのがね、はい、これなんです。あ、これか。可愛いですね。可愛いですよね。カレンダーになってるんですね。ねえ、はい、これやると全部こうあってカレンダーになれるようにしてるんですけれどもですね。はい、猫ってまあよく犬派猫派とか言うんですけれども、はい、猫がまあまあめちゃくちゃ人気が出てきてる。先ほどもちょっとちらっと話しましたけれども、やっぱりピンポンって鳴らしてもワンワン吠えないっていうんで飼いやすいし、散歩もあんまり行かなくても、はい、あんまり行かなくてもいいですしですね、はいはい、で今猫派が結構権力を持ってきてるのかなと、結構なね壇蜜さんなんかもですね、ちょっとこれ見えますかね、はい、あロシアンブルー、ね、味ないのかな、これもしかしたら これ高いですよ、高いか分かんないですけども、ロシアンブルーじゃないかもしれないですね、そんなすっぴんを見せても、はい、この猫ちゃんを写してくれという優先して、はいね、この写真を
提供してくれたっていう、はい、素晴らしい、やっぱり猫好きなんだなと。いい写真ですよね。ガッツ石松さんとかもやってね、はい、他の写真もあったんですよね。他の写真もあのいろいろあってですね、なんとですね、あのにゃん玉を特集したというね、こういう、まあ、ざっくりとこんな感じでこうたまたまちゃんをアップにしたような、うん、あの、うん、写真もたくさんあって、そう、かわいいですよ。結構猫好きな人ってそれぞれフェチがあって、あの肉球フェチのね、そう、肉球フェチの特集もあります。で、ニャン玉が可愛いっていう人もいますけど、私はここの手がこうなるところがめっちゃ可愛いなと思って、うん、あの直角になるところが、うん、あと耳のこの後ろの形がめっちゃ可愛いなと思っています。うん、あの猫はね、はい、全てにおいて可愛いです。丸顔で、目がバチッとしてて。手がこう丸くて、そうそうそう、特にあの、ね、手がこの部分だけ白いね、そうそうそう、ソックスみたいな猫ちゃんいますね。最高です。私もね、もうね、無類の猫好きでしてですね、私は人にいつも人に言うんだけど、もう 猫好きに悪いやついませんよ。もう私の周り見ててもね、猫好き悪いやつは一人もいません。で、これに比べて犬好き、あれもみんな悪いやつですね。そんなことですね。もうどうですね。あのね、なんで、ね、猫好きはね、いい人が多いかというとね、猫好きっていうのはね、猫というのはね、おバカだから、要するに淡白なんですよ。だから、なんか構ってあげたくなっちゃうんですよ。なんとかなんとかで、今日お腹減ってないとかなんか、ね、で何考えてんのとか。でも無視されるでしょ、うん、で無視される。それがいいんですよ。ね、このツンデレがこの野郎みたいな。でだから要するにその構ってあげたくなるというのは猫好きのポイント。いや、でもね、この写真見たら構って赤ちゃんと一緒なんですよね。そうですね、赤ちゃんに何も期待しないじゃないですか、はい、ご飯作ってくれとかも、はい、猫ちゃんにも何も期待しないけれども、この笑顔って全部もう勝手に笑顔、ね、全部 OK ということになっちゃうんですよね。はい、加藤さん、あ、はい、うん、だ加藤さん家ではワンちゃんの方、ワンちゃんですよね。悪いやつなんですよね。高級接待受けてますよ本当に。私も家で飼ってるのは3匹、まあ、あの犬です。あの犬、犬です。吠えますよね。吠えます。もう犬はね、キャンキャン吠えるし、でね、犬が好きな人間って大体ね、あの威張りたがるやつが多いんですよ。あの犬っていうのは自分に従うでしょ。だからね、ピーとか犬笛吹いたらピーとか言って、あのよし行けとか言ってね、で物投げて取ってこいとか言ってね、まあ犬も喜んでんだけど、あれが好きなやついるんですよ、はい、ね、猫にあったらこれ取ってこいとか言ったら猫に引っ掛けられますからね、顔ね、私を何だと思ってんだよなんか言われますからね。ね、ね、まあ、だからそろそろ、まあ、終わりって死ぬと言ってもらう。まあ、ただ一点だけね、あのね、これやっぱり、あの、やっぱり、あの、問題もあってね、これ書いてる中にも書いてあるんですけれども、やっぱり、あの、捨てる猫とか、捨て犬になってね、今、殺処分やっぱり3万匹ぐらい、まあ、どっちも含めてなんですね。それだけはちょっと気をつけてもらいたいなと思いますね。あの、可愛いと思って買って、こんなはずじゃなかったって、捨てるのだから絶対やめてください。それは絶対やめてね。うん、私なんかね、夜、あの、家に帰るときにね、夜道にこう、のらちゃんが歩いてくるのがあるんですよ。はい、のらちゃん、おいでおいでとかでね、一緒に暮らそうよとか言うんだけど、やっぱどっか行っちゃうんですよね。やっぱり、そこがやっぱり、うん、やっぱり裸の伯爵夫人と言われるだけありますね、本当に。気ぐらいが高いと言いますかですね。はい。求めていただければと思います。今回も4つの話題でお話させていただきました。いかがでしたでしょうか。ぜひ来週も日刊現代、そして日刊ニャン代とともにお過ごしいただければと思います。今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。どうも失礼しました。